ミクの女優道 皆さんこんばんは一ヶ月の五無沙汰です佐藤美久です、えー、爽やかを通り越えて暑かった五月も終わり いよいようと年ですかね、えー、梅雨の季節になってまいりましたまあ6月はですね、えー、6月13日に私22歳の誕生日が来ますまた一つ年を取りますはい、えー、皆さん今いかがですか、えー、お仕事の合間の方もこの時間はちょっと肩の力を抜いていただいて、えー、爽やかなひとときにしていただきたいと思いますので最後までぜひ、えー、どうぞよろしくお願いいたします、えー、そしてこの番組のオープニング直前にお聞きいただきましたのは、えー、毎月第一 木曜日夜9時から放送中の「ジュピターバー」のアシスタントを務めてらっしゃる声優の成田ささんが作っってくださったですそしてそしてこの前の収録後人生初めてのラジオ CM。 というかこの番組の告知 CM を録音させていただきました皆さんもう聞いていただけましたでしょうか残念ながら私はまだなんですけれどもこの番組の放送日毎月第2木曜日にはよく流していただけるみたいですので ぜぜひぜひそちらの方もチェックいいただければなと思いますまたこの番組「佐藤美久の女優道」はユ、えーストリームでの映像配信とともに初回放送分から YouTube でもアーカイブ化していただいておりますのでぜひこれまでの放送もチェックいただければなと思いますそれでは一つ目のコーナーに参りましょう「美久のディズニーを語れ!」<laughs> はい、えー、このコーナーは、えー、実は私、佐藤美久ディズニーが大好き。 ということでとことんディズニーについて語ってしまおうというちょっと自己満足なコーナーとなっております、えー、今月はですね来週の木曜日6月16日から7月7日七夕までですね短い期間なんですけれども開催されるディズニー七夕ディーズについてお話しさせていただきたいと思いますまず初めにですね東京ディズニーランドのディズニー七夕ディーズについてお話しさせていただきますまずですねウィッシング プレイスで星に願う願ういをということで、えー、ワールドバザールという、えー、ディズニーランド入って必ず皆さんが通る場所の、えー、お土産屋さんとかこうレストランがいっぱいあるところなんですけれどもそのワールドバザール中央にです、ね、ミッキーマウスをかたどった吹き流しや笹が飾られたウィッシングプレイスというものがあります。えー、七夕をイメージした1 1年に1度 このディズニー七夕デイズの期間でしか見ることができないデコレーションとなっております。えー、ウィッシングプレイス周辺でではですね、浴衣を着たキャストさんがいらっしゃいまして、そのキャストさんからウィッシングカード、まあ、いわゆる短冊をですねもらって夢や願い事を書いてですね、ウィッシングプレイスに結ぶことができます。 えー、そしてですねそのウィッシングプレイスには、えー、ディズニーの仲間たちの願い事が書かれた、えー、同じこの短冊のウィッシングカードもありますのでぜひぜひ見ていただきたいなと思っております。で続いてはですね、えー「七夕グリーティング」を講演ということで、えー、七夕のコスチュームを身にまとった彦星ミッキーと織姫ミニーがです、ね、人力車に乗ってディズニーの仲間たちと一緒に七夕でおなじみの曲に合わせて。 ご挨拶しに行くとといいうことで1日2回の講演が予定されていますそして次がですねホテルプランなんですけれどもディズニーランドホテルそしてディズニーアンバサダーホテルではですねディズニー七夕デイズスペシャルメニューというものがですね提供されますので皆様よろしければ行ってみてはいかがでしょうか。 ではディズニーシーについてですねお話しさせていただきたいんですけれどもディズニーランドと同様ディズニーシーにもです、ね、ウィッシングプレイスというのがですねアメリカウォーターフロントという場所にありましてアメリカンウォーターフロントというのはですね、えー、ディズニーシー内で大きな船がある場所があるんですね、まあ、ビッフェのスタイルのお店だったりとかその周辺にウィ、えー、ッシングプレイスが飾られるということで、えー ディズニーランド同様ウィッシングカード、えー、浴衣を着たキャストさんからウィッシングカードを頂い,いて夢や願い事も変えて結ぶことができますえそしてですね、えー、七夕グリーテンももちろん公演されます、えー。ディズニーランドでは、えー、ミッキーミニーが、えー、人力車に乗って登場するということだったんですけれどもディズニーシーではですね、えー、七夕の装飾を施した船に乗って ゲストの皆様にご挨拶をしに来るということでこちらも1日2回の公演が予定されていますそしてですねディズニーシー内でのスペシャルメニューはもちろんなんですけれどもディズニーシーならではの大人の方には嬉しいスペシャルアルコールドリンクもございますので。 え皆さんは20歳以上の方はぜひぜひ飲んでみてはいかがでしょうか私も飲みに行こうかなと思っておりますそしてですねここからはですね、まあ、女性の方はちょっと聞いていただきたいなと思うんですけれどもこのディズニー七夕デイズと同じ期間中6月16日から7月7日までですね浴衣ディズニーキャンペーンというキャンペーンがありますこのキャンンペーでではですね期間中に浴衣を着て 来園すると楽しい特典が待っているということで、得点が2つありますまずその1がですね、浴衣ディズニーガイドブックというものがありまして、このガイドブックにはですね、浴衣にぴったりなグッズやメニュー、そしていろんなお役立ちパーク情報、おすすめ撮影スポットなどが書かれているガイドブックがもらうことができます。そそしてその2 ですねえシェイブアイス、まあえー、かき氷ですかねに、えー、トッピングのソフトクリームが無料でつけられるということで対象の店舗で、えー、シェイブアイスを買うと、えー、トッピングでソフトクリームがつけられるということで非常に贅沢な特典で この特典以外にもですね、えー、ディズニーリゾート公式サイトではですね有名スタイリストさんが、えー、紹介するディズニープリンセス風の浴衣コーデや、えー、紹介されていたり、えー、帯マウスというですね浴衣の帯をミッキーの形にするというその帯の結び方も紹介されていますのでぜひぜひ見ていただきたいなと思います。 私も結構浴衣は何着か持っておりますので、まあ、もちろん帯も持っておりますちょっと不器用ですけれども帯マウスちょっと挑戦しようかなと思っております <laughs> はいでは長々と、えー、お話ししていきましたが、えー、結構期間が短いので、えー、皆様よかったらぜひぜひ行ってみてはいかがでしょうか、えー、さてはい 次はい来月ははい来月またお楽しみにお待ちください以上「ミクのディズニーを語れ」のコーナーでしたそれではここで一曲お聴きくださいいよいよ来週6月15日にイベント上映会が予定されている私初の主演映画「カップルでいこう」の主題歌「カップルでいこう」佐藤ミクバージョンですどうぞごめんし 6月15日イベント上映が決定している私佐藤美空初の主演映画「カップルで行こう」の主題歌「カップルで行こう」佐藤美空バージョンを聴いていただきましたえこの楽曲は現在 YouTube で前回のゲスト俳優の原野正明さんバージョンが配信されておりますが私佐藤美空バージョンが聴けるのはこの番組だけでございますえそして是非6月15日には生佐藤美空 に会いに来ていただければ嬉しいですえ詳しくは私のブログ、えー、この番組と同じタイトル佐藤美久の女優堂でチェックいただければ嬉しいですえそれではここでリスナーの方からお便りをご紹介させていただきます えー、ラジオネーム赤ちゃん大,大好きさんからいただきましたみくちゃんこんばんは、えー、毎回放送頑張っていますね私も負けずに頑張って仕事しています、えー、先日、えー、みくちゃんおすすめのディズニーシーに行ってきましたよいつも行くビュッフェスタイルのレストランが予約しないと入れないシステムになっていて入れずショックでした、えー、ところでみくちゃんに質問です、えー、特技とかこえー 特技とかは何ですかカップルで行こう見に行きますねありがとうございますそうですね今ディズニーランドとディズニーシーのビーフスタイルのレストランがですね今はちょっと予約しないと入れないシステムになっていますので、えー、そうですね次はぜひも、えー、予約して行っていただきたいなと思います、えー、特技はですね、えー、っとそうですね、えー、やっぱり水泳とあとは球技ですかね えー、特にあの私の父がですね、えー、元高校球児ということでおそ、まあ、らく弟よりかは野球の腕はあると思います。はい、<laughs> はいいえー、と 赤ちゃん大好きさんカップルでいこう楽しみにお待ちくださいありがとうございます、えー、皆さんお便り本当にありがとうございます次回もお便りどんどんお待ちしております、えー、ファックス番号03567053320356705332メールアドレス 789-kfm789.co.jp789-kfm789.co.jp 佐藤美空の女優道までお願いいたします 続いてのコーナーに参りましょうミクのマンスリーダイエリー <laughs> はい、えー、このコーナーは毎月その1か月間で営業やお仕事現場などで何を感じ学んだかなどを紹介させていただくコーナーですさて先月もいろいろな現場に出演参加させていただきましたのでご報告さ,すご報告させていただきます、えー。毎回言っておりますが、えー、消費義務のため あまり詳しくは申し上げられませんが、えー、紹介させていただきます。えー、まずはじめにですね、えー、日本初の若手俳優に特化したクラウドファンディングスペードラインで皆さんの支援のおかげでチャレンジが成功しましたこと、えー、この場をお借りしてお礼申し上げます。ごごご支援あありりががととととうううざざいいいまました本当にありがとうございます、えー、初めての試みということで 非常にちょっと私も不安でしたけれども、えー、成功することができたのは、ねえー、非常にほっとしています皆様本当にありがとうございます、えー、今のですね、えー、初の私の主演映画「カップルで行こうの」のについてのお話だったんですけれどもさてその「カップルで行こう」の詳細ですけれども6月15日水曜日上映会されます会場は東京江戸川橋にあるえそらというホールです 上映は3回あります。15時の回、17時の回、19時の回に上映が開始されます。各回とも開始30分前から会場で当日券もございますので、ぜひぜひご来場ください。詳細は私のブログや事務所ホームページなどチェックいただければ非常に嬉しいです。そして全上映会とも 出演者舞台挨拶とトークショーもあります。料金はですね一上映会につきき税込ワンンドリンク付きの3000円ですイベント当日はですね毎上映会とも私佐藤美久舞台挨拶はもちろん前回ゲストに来ていただきました原野正明さんとともに主題歌「カップルでいこう」を歌っちゃうかもしれません。ちなみにですね えー、このカップルでいこうの主題歌のカップルでいこうの CD や、えー、DVD も発販売されますので皆さんもぜひぜひよろしくお願いいたします、えー、そして、えー、こちらも今週月曜日まで、えー、プ,ロジェクトプロジェクト支援が行われておりました映画「エモーション」について話お話しさせていただきます、えー、人気と実力を兼ね備えた若手俳優さんたちと、えー、共演 させていいたただんですけれども本当に勉強になりましたし私もまだまだだなというのが非常に実感できましたそしてですね一緒に映像演技のワークショップを受けている仲間とも共演することもできましたし非常に私も刺激を受けましたそして柳沢監督作品ということで出演演出なんですけれども非常にこう 私たちに任してくれる非常にやりやすい監督さんでいらっしゃいますはい上映会が非常に楽しみですはい、えー、と上映会は決定しております8月23日でございますぜひぜひご来場いただけますお願いいたします、えー、その前にですね、えー、まだまた先ほどのスペードラインでの支援もよろしくお願いいたします えそ,してはですそしてですね、えー、次はドラマですけれども、えー、TBS さん、えー、毎週日曜日、えー、21時から放送中の、えー、ドラマに参加させていただいたんですけれども、えー、このドラマの主演の方はですね私の大好きな方なんですけれども、えーまあ、法廷のシーンで。 私も会えるかなと思いつつワクワクしながら行ったんですけれども残念ながらちょっと会うことができなかったんですけれどもまあとにかくこのドラマに2回もですね、えー、参加させていただいたということで私はもう全然悔いはありませんでももっと頑張りますはいそしてあともう一つはですねとある大きな CM にも参加させていただきましたはいで全体をままとととめますととにかく 映画や、えー、撮影などいろいろ大きなものが動いている1ヶ月だったような気がします。えー、来月も大きな映画やいろいろ大きいものが動いてまいりますので私もどんどん頑張っていかなきゃいけないと同時に体調管理もしっ,しっかりしていきたいなと思っております。えー、続いてのコーナーは「スリムへの道」 このコーナーは私佐藤美空がより美しい女優さんになるべくちょっと私のスタイルが太めということでこの放送の中で毎月ダイエットリポートをしていく公開ダイエット企画です先月は、まあ、悔しいことにチャレンジ失敗してしまったんですけれどもさあ今月の結果は残念でした失敗でしたすみませんえー というんですけれども失敗はしたんですけれどもちょっと言い,言い訳じゃないですけれどもまあ、まあ、とりあえずあの今朝の体重は、えー、56.7です、まあ、落ちてはいるんです <laughs>、はい、落ちてないわけではなく落ちてはいるんです、はい、でも罰ゲームということで、えーえー、先月はですね、えー、57.3だったので、はい、減ってはいます はい <laughs> すみません。まあということで罰ゲームは、まあ、前回と同じく、えー、これから CM までの約15分間ですね一切英語は NG ということではいすべて日本語に置き換えてお話しくださいということですね。はいそれでは始めはい、えー、とにかく <laughs> 頑張ってまいりますので <laughs> こちらの応援もよろしくお願いいたします。以上のの道の演目でした えー、それではここで一曲お聴きください私佐藤美久が大好きな方々嵐さんで日の光ですどうぞ 嵐さんでデイライラトを聴いていてただきました、えー、この楽曲はですね、えー、嵐の松本さんの、えー、ドラマの主題歌でも <noise> <はぁ> <laughs> 物語かな物語の主題歌でもありますそしてこの、えー、楽曲の、えー、もう一つはですね大野智さ,さんの主演の物語の、えー、物語の、えー 楽曲も入ってるのでよかったら皆さん見て聴いていただければなと思いますえー、非常にかっこいい曲となっておりまして、えー、この「日の光」まあ「デイライト」ですねはい「デイライト」にはですね桜、えー、井翔さんの、えー、ラップも入っておりますあラップなんて言うんだラップって <laughs> えまあ桜、えー、井翔さんの、えー、得意なやつが <laughs> 得意な詩 <laughs> が入っているので、はい、皆さんも聞いていいてただければなと思います、えー、そしてですね、えー、私のこの芸能界に入っての目標の一つでもあります、えー、嵐さんの、えー、誰かと共演したいということで、まあ、今回の松本さんと、えー、大野さんの物語にはちょっと参加することができなかったあ参加 松本さんドラマに参加でできましたけれ、えー、そうですね物語には参加できたんですけれどもはい共演とはならなかったので、はい、非常に残念だなとは思っております。次はですね私もどん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 頑張って参加ではなく出演ということで頑張っていきたいと思います。 皆さん改めまして新人女優佐藤美久ですさてここからは「先輩アザースということで先輩俳優女優監督など業界関係者を毎月ゲストにお迎えして先輩の方々からいろんなお話をお伺いしていくコーナーです。今回のゲストは俳優の神谷ひかりさんです。 はい、えー、神谷さんはですね、えー、熊本県ご出身でうちが、えー、業務提携しておりますスタービートエンターテインメントに所属されていらっしゃいます、えー、そして、えー、先ほども申し上げました映画「エモーション」ではですね、えー、主演を務められましたまた主題歌も歌われ、えー、今月末にはもう1本映画の撮影が控えていらっしゃいます、うん、今注目の若手男性俳優のお一人です はいえー、今回は映画のエモーション、えー、ご自身が所属されてらっしゃる事務所の7月の舞台、えー、そして、えー、現在スペードラインでプロジェクト支援中の映画「妻に世界一おいしいインスタントラーメンを作ってみた」のプロモーションのため、えー、お忙しいスケジュールを塗って駆けつけていただきました、えー、神谷さん、えー、よろしくお願いいたします、えー、先ほどのちょっと インスタントラーメンのやつはちょっと仮の名前ということで、うん、はいでは今回もよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします <laughs> 俳優の神谷ひか光でございますえーと ね、今回ここにお邪魔させていただいて、え、これタイトル、先輩アザース。はい、そうです。いや、ね、あの、先輩アザースっていうほど、先輩ではないんです。けど恐縮でございます。<laughs> ここで、あの、呼んでいただいて、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。お願いします。え、この番組にはですね、以前成田さんが、担当されていたコーナー、声優度に。そうですね。いただきましたけれども、ねうん、今回は先輩アザースということで。 ご出演を初めてということですけれども、どうですか。いやあ、そうですね。スタジオに来るのは <laughs> ええ二回ぐらい来たことはあるんですけども、<laughs> はい、初めてですね。こうやって二人で、はい、そうですね。ちょっと緊張してます。いや緊張、こちらこそ緊張しますよもう。<laughs> <laughs> はい、よろしくお願いいたします。はい。でえっと正直、うん、あの時と、うん、その成田さんの選手で出ていただいて時と、うん、ご自身の取り巻く環境がこう 一変してるとは思うんですけれどもそのあたりはいかがですかそんなことないですよそんなことないですよそんなねあのそこまでねあの自分ではそんなあまり周りは見てないのであそうなんですかそんなそんなあの恐縮でございますではですねちょっと映画のエモーションの撮影についてなんですけれどもどうでしたか いやーですねあの見ていただいたらあのまたね詳しく物語がわかると思うんですけども、はいえー、僕あのまあねところどころあのこれは言えない話もまだまだたくさんあると思うんですけど、はい、<laughs> <laughs> ちょっとね難しいところであの支援をやらせていただいたことっていうことでねあの最後ちょっとおいしくなってますんであ,のあとね人一,一人の この物語がどう進んでいくんだろうっていうことをあの心であの見ていいただければなと思いますそして、ですね、うん、なんと主題歌も歌われるということでまだ現在はあの、うん、レコーディング前ということですけれども、うんうん、今回作曲とそして音楽プロデューサーあの元アイウィッシュの奈緒さんなんですけれどもこう初めて奈緒さんとお会いされた時はどんな感じでしたか 奈緒、ね、さんってあの、はい、<laughs> やっぱりあの皆さん多分あのね有名な曲を作っていただいてる方なので、はい、あのもうね緊張して「はい、あのー、あ,あの奈緒さんが作っていただけるのか」っていうことで、えーはい、もうね最初「あ本物に会えた」っていうね<ー>もうその一言の感想でしたね。はい、はい あの、この番組にもなおさんが来ていただいて。ああ、うん、そうなんですね、佐々木千秋さんとともに。おお<ー>、はい。来ていただいて、私も非常に勉強になりました。いや勉強になりますね。はい、やっぱりあのアーティストって、もうプロのアーティストなので、はい、やっぱり。あの。重みがあるというか。はい、あ、こういうところだな。っていうのが。ただありました。はい、あの打ち合わせさせていただいて。はい。で、えっ、ー、と、さ。 作詞を担当されたということですね。作詞は初めてですか。初めてです。あー、そうなんですね。もう難しい難しい。あー、同じ体験をしました <laughs> あ。あの、やっぱり作詞をやるっていうのは、はい、あの、作詞。まず、歌詞を書いてから音を作るのか、はい、音を作ってから。歌詞を当てはめるのかっていう、はいはい、作業があると思うんですけども。はい、あの、僕は、あの、すみません、あの、もう。 ね、まだ初めてなので、はい、曲先行でお願いします <laughs> <laughs>、はい、もうあのはめ込み作業がですね、はい、あのすごく大変でして、はいはい、のそこがあの一番苦労した点ですかね。といあと内容もね内容でやっぱりあの伝えたい言葉っていうのがやっぱたくさんあるので、はい、そこを 上手い具合に削って曲に当てはめてっていう作業が大変でしたね。<laughs> はい、それはすごくわかります。うんうん、えそしてそんな奈オさんからこう実際にこう楽曲をいただいたとき、うんはい、初めて聞いた時どんな感じでしたか。いやもう鳥肌、もうこれね本当にねあの、はい、一言でしか表せないぐらいなんですよ。例え、はい、あのねプロの方に作っていただいて、はい、まさかねあの。 歌を歌うなんて思ってもなかった。歌を歌いたい人なんですよ。でもそういうきっかけがなかなかねここやっぱり元の10年やってきたんですけどそういう機会がなくてあやっと歌えるって言った時にそのプロの方の音楽を本当あのいただいてもう入りがねやばいんです。え私まだ聞いてないでねちょっとすごく気になります。ぜひちょっとあの今度聞いてください。はい。あのもうそこに負けないぐらいのね歌詞を考えなきゃっていうことで。 あの必死でしたはい、はい、なるほどうもう私も本当に歌詞は大変でした、ね、<laughs> <当に> <laughs> はいそしてそんな神谷さんなんですけれども、うん、聞くところによりますと、はい、なんと上京されたきっかけがなんか演歌歌手の天童よしみさんだったというのは本当なんでしょうか <laughs> 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 よくよくご存知ですねちゃんと よくよくそこまで調べ頂いてて本当にありがとうございますそうなんですよね実際僕歌手を目指して東京に上京してきたっていうことでことでっていうより天童よしみさんに憧れたのも本当ちっちゃい頃なんですけどおばあちゃんと番組とか見てすごい声量があって。 こういう風に歌いたいなって思って、テレビの横からテレビに入れるもんだと思って。あの。後ろに回ったりしてました。ああ、なるほど。そう、テレビの後ろで歌ってみたいな。そうね、そうなんです。そういうね、あれがありつつ、音楽が好きで、なんで。でも、本当に、それは。あれで、事務所、東京の事務所にオーディションに来た時も、実は僕、あの。大学卒業間近で。あの。し就職する。 ですよ、はい、<laughs> <ほ>でオーディションを3社受けてそれ、はい、あの3社とも駄目だったらあ3社どれか1個でも駄目だったら諦めるという手段をとって<ー>そこはまあ見事ちょっとあの見事っていうかの3社とも合格いただいていそこの2社があの音楽事務所だっ,たっていうレコーディングオーディションみたいな感じだったので、まあ、最初はそうですね音楽でした。はいということで、うん、あのー。 演歌歌手を目指そうと思ったんですか。そういうわけじゃないです。<laughs> ただ演歌は好きだってことです。なるほどなるほどなるほど。はい、それがこうなぜ今こう、うん、イケメン俳優として活動されるようになったんでしょうか。<笑><笑>そんなイケメン俳優。いやいやイケメンもうそういう年でもないんですけども。も <laughs> あのね俳優やっぱりあのー、そのね何でも歌でも俳優でも、はい、言ったらダンスでもある事務所。 はい、全部あのトータルしてあのレッスンが受けられる事務所に最初入ったんですけどもそこでやっぱり表現力っていうものを学ばせてもらって、はい、あのやっぱりそこででまたた思い返したんですねあのん自分が消防士になりたい警察官になりたい F1、はい、レーサーになりたいとか思ったのって、はい、テレビの影響だったんですよ<ー>実際その人たちじゃなくてそれを演じてる俳優さんたちを見て夢を見てたので。 あのそういうふうになりたいなと思って俳優業にもなりましたねそしてそんな神谷さんあの有名な「極戦」や「大河ドラマ」など、えー、数多く作品の、ねはい、経験もございますけれども、うん、一番印象に残っている。一番印象に残っているこれのいくつかはあるんですけども。はい まあ一番大変だったっていう意味での思い出が H2、はいまあ、っていうあのドラマで、はい、山田孝之君主演の野球、ねはい、あのドラマがあったんですけど、はい、撮影が冬だったんですね、はい、まだ僕すごい新人の頃で、はい、で、あのー、甲子園の当然ドラマじゃないですか。はい なので夏なんです設定があなるほど真冬の1月とかに撮ってるんですけどなのでそこでやっぱ白い息息を吐くのがあのね禁止されてそう氷を食べながら撮影に挑むっていう過酷でですね街も外だしねやっぱみんな先輩たちはロケバスに乗ってるから。はい いつかあのロケバスに乗りたいっていう思い出がありましたは今ちょっと出ましたけど今回の映画じゃなかったんですかということで一番印象に残っいや最高ね昔の極生とかあのそう天地人の話をされたので昔のなのかなといや今回の映画はねやっぱりね今最近じゃもう見事にに頭残ってますよそうんもうキンキンの話だったのでそう。 しかも初主演ということだったね。もうぜひ皆さんにも見ていただきたいっていう思いがすごく強すぎますぜひお願いします私も極泉がちょっと戻りますけど極泉すっごい大好きであの松本さんの時代からガーッと見てるんですけど結構でも前ですよねもうすごい若かったじゃないですかそうなんですよね松本さんのはちょっと YouTube で見てあーそっかそっかそっかまだねそうですねもう言ったらねもう10年ぐらいになんでね そうか、そうか。まあびっくりしました。あの時代はね。ああいうドラマがすごく流行って、はいね、ましたね。はい、そしてですね、えー、今月末には、はい、はい。新しい映画、はい、妻に世界一美味しいインスタントラーメンを作ってみた。まあ、仮です。けれども、うん、に個出演されたということで、うん、こちらはどんな作品？こちらはね。あのー、まだあのー、あれなんですけども本当にまだ。 公開が,公開がであんまりどこまで喋っていいかわかんないんですけどスペードラインっていうサイトを見ていただければわかると思うんですけどもアットホームムービーなんですけどもなんかもう日常の生活のきっか言ったら現実をそこで表現しているというか、はいあのー、もうラブコメなんですけどドストレートの恋愛映画になっております。はい、なるほどどど、うん、そして神谷さんの役ころはどういっ、はい 僕はですねあのまあ主演は今回のうちのメンバーのしおが芳雄、はい、とが、はい、やらせていただくということで、はい、あのそれの友達の友達というまたちょっと,、はい、ょっとどういうふうに皆さんに映るのかなっていうあのポジションなのでぜひ注目して見て頂ければ嬉しいなと思っております。はいはい、私もここの映画にということで、うん 吉岡彩さんの妹役ですよねちょっとなんか重要な役というのを聞いておりますのでちょっと今はいどう仕上がってるね取ったら撮ったけどどう仕上がってるかがね楽しみなので非常に重要なところになってきますね楽しみにしててくださいそしてですね私あの以前うちのワークショップに神谷さんがゲストでいらっしゃった時に一度こう絡ませていただいたんですけれどもそのうまさというかの自然なお芝居っていうのが本当 本当に感動したんですね。いやーい本当にびっくりしたんです。本当にびっくりしたんです。ですよそうやってねもちろんいやいやいや違いや違うんす本当なんです。でえっと普段はこう、うん、どういった演技の練習というかそういうものなさってますか。普段そのね今ナチュラルなお芝居とかあの、はい、で僕ね舞台の方は稽古だったり練習とかはちょっとあの心がけてはやるんですけども、はい、あの映像面のお芝居の練習ってあんまりしないんですね。 っていうのはあのやっぱり映像のほうのお芝居って日常の切り抜きなので観察するってことが多いかな人を。人人間観察、ね、そう人間観観察察<ー>だからちょっとねやっぱ同業者なんでやっぱり役者友達とかを騙すわけではないですけど、はい、まあ近くにいて隠れて電話かけてどういうふうに撮るのかなみたいな、はい、待ち合わせしてる時とか、はい、そういうのをもう <laughs>。 見て見て,て,見て普段からあ,<ー>あのあ電車に乗ってました後ろ振り向く自然な姿はどうなんでしょうっていうのをすごい観察してる感が、うん、そこはあるかもしれないです。 日,日常がやっぱり一番大事そう日常がだからこ、ね、どこがオフの神谷光るでどこがオンの神谷光るかっていうのがあんまりわからないですね<ー>自分でもああ<ー>なるほどそれがやっぱりこうナチュラルの芝に伝わっていくってことで,す、ね、で一人で言うとちょっと恥ずかしいんですけど、はい、あの路上をまあ帰り道歩いてるじゃないですか、はい、そしたらあの振りなんかひ カメラがどっかにあるような設定で振り向いてみたりするんですよ。はい、自分。ちょっとこれね、<laughs> お恥ずかしい話なんですけど。どはい。そんな感じですね。<ー>そして。あの。うん、ちょっと、はい。変わりますけれども、四、はい、月には事務所の公演が。あるということなんですけれども。これはどういった舞台になりますか。ええー、と、これもですね。まだあの稽古に入ってない状況なんですけど。ね、ええと。まあ。 ノーリミットという、はい、うちの免ン健太郎が主演でやらせていただく舞台なんですけれども、はい、まあビジュアル撮影ももうね今公開になってると思うんですけど、はい、あのー、ちょっとね <laughs> <laughs> 男の子同士の <laughs>、はい、言ったらあの密着系って言いますか<ー>あのー、ちょっと。 ドドキキとしちゃう感じになょっとい思ます今からね僕らも僕ちょっと今回出演はしないんですけども演出部ということで演助で入らせてもらうんですけどどう仕上げていこうかなっていうのを演出のね樋口くんと一緒に相談しながら作り上げていこうかなと思いますぜひ楽しみにして頑張ってくださいありがとうございますそして素朴な疑問なんですけれども私「劇池さん」の本公演そして「アステリズム」の本の 公演も見に行かせていただいてるんですけれども、はい、えー、そのスタービートさんが上演されるそのユニットの激イケとアステリズムっていうのはどういうこう違いがあるんですかああそれ気になりますよねはい非常に気になります確かに気になる <laughs> 気になるえ、まあ、簡単に言うと二つ あるんですけども、はい、まず「劇ケっていう方はうちのメンバーが全員出るっていうことですね。で「アステリズム」っていうのはあの言ったらあの外部にやっぱりあ<ー>あの出てる子たちもいるのであ<ー>、まあ、そこの時にス,あのスケジュールが空いてる子と客演さんと一緒にあ<ー>あの仕上げていくというまず一つ目がそれで、はい、言ったら「劇池」っていうのはあのショーベース作品で2時間もの。 っていだからきらびやかなものだったりちょっとあのなんていうんですかねあのファンタジー系だったりとかあのこの間ね「月下三千の星」っていうのもやりましたけどそっちも大正ロマンとかできらびやかな世界だったりっていうのがやっぱ「劇系で「アステリズム」っていうのはあの1時間もの1時間弱ものもう簡単なあのストーリーなんですけども内容ベース言ったら人の心の中とか。 あの措置系ですかねちょっとリアルなお話系のものがアステリズムでやってるで、ねはいはい、確かに前回の作品もそういう感じましたそう,そ,うそうなんですよねなんでちょっと 怖かったりという<ー>ね、なんかそういうイメージもつきやすいんですけれども、まあそうやって比べていただければあのああなるほどってあの思われるのかな。はい、確かに私も見てて思いました。うん、簡単な見分け方でした、はいはい。ありがとうございます。はい <laughs> えー、それから、えー、これはうちの代表がですね、ぜひ。 聞くようにということで、あえてお伺いするんですけれども。えうちの事務所の、え女優陣の、え吉岡綾さん、佐々木千秋さん、そして、私、佐藤みくえどんな女優さん。どういうかっていうか。また、また難しいな。ちょっと、大事に。いただければいいなと思います。そうですね。あの、まず。ね、美玖ちゃんの先輩でもあられあのおられる吉岡綾さん。はい。 につきましてはやっぱりあの一度ね月下三千の星のザ・ヌービーの方でね、はい、あの共演させていただいてたんですけども、はい、あのー、やっぱり女優さんザ女優っていうちょっとオーラがねわかります若干僕も同じ撮影場入っててちょっと怯えたっていう<ー> <laughs> そういう感じですねなのででもすごい話しやすくて、はい、もう後輩,た後輩思いで、はいろいろ言ってくださる。はい もうすごく優しいお姉さまなんですけども、やっぱねオーラがねあるな。あります。本当にそれは感じます私も。はい。佐々木千秋さん、二番目のね先輩ですよね。えっといやチヤキさん真面目ですよね。真面目です分かりますもんね。あとねお芝居面ではねなんか対応力がすごいあるなって、臨機応変な。 なんかちょっと僕とか似たような感じ、はい、っていうのもおこがましいんですけど <laughs>、うん、なんかもう本当になんか臨機応変に対応していただけるなっていう方ですね、はい、確かに神谷さんと千秋さんやっぱり似てるところがあなたたちもい,、ね、いやーでも僕はあのちょっとぶっきらぼうなので、ね、意外と千秋 <laughs> さんはそうなんですよね。はい、じゃあ、はい 私ですかもう本人の目の前にしてねなんかこうやって言うのもあれなんですけどいみゆきちゃんはね最初から見た時からやっぱこれからが楽しみな女優さんだなって思いましたね。でやっぱ発想力がねすごいなっていう。いろいろほらあのまあねいろんな話とか打ち合わせだったりとかいう時もするじゃないですかああこういう考え持ってらっしゃるんだっていうやっぱりねあのそういうことからあ発想力とか。 すごいなっていう。本当ですね。なので、これからがね、で。で、言ったら、皆さんあれですよ。あの、僕、このミクちゃんの番組にお邪魔させていただいて、ね、このレギュラー番組を持ってらっしゃるってことなので。そことかもね、すごいことですよね。はい。うん。なんで、これから。専門学校卒業して。そう。ちょっと、楽しみ。あ、もう、本当に、これは斉藤さんの。あ、そう。ありがございます。本当にありがとうございます。そう。なんで、あれですね。 ありがとうございますということでまだまだちょっと時間がありますのでそうですねお話ししていきたいなと思うんですけれどもえ先ほどちょっと一番印象に残っているあのドラマとかはい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 は質問したんですけれども一番あのなんか失敗したなーっていうなんかありますかこれ言っていいのかな失敗だみたいなねちょっと聞いていいのかなちょっと言っちゃいけなかった後でピー入れてくださいねていうね分かりましそうそうそうまあまあまあ あのやっぱりあの NHK での放送と、はいはい、あの普通の普通のって言ったらあれなんですけどもあの民放ドラマって、はい、あの雰囲気がね違うんですよね。あーなるほど,なるほど、うん、でその当時まだ雰囲気がすごく敏感で。はい この現場に耐えられないっていう。ちょっと押失速されそうな。そうなるほどなるほど。もう本当にありがたいことでセリフもいただいて。おすごい。まあ先ほど紹介いただいた NHK の某大河ドラマの。そうそこでやっぱりあのね何度かあの NG を出して。そうあの主演の方にあの。 NG ぐらい出さ出出しますよっつってあのポンポンって肩をそうもうそれの瞬間で、ね、も,<う>もう何をやってるんだとお前はこれこういうの無くすために今までレッスンしてきたんだろうっていう思いがあって、はい、それを言ってくださった俳優さんはどうなったの妻吹さとしさん、ねうん、なんでねもうすごくかすご感謝してますこの場を借りてありがとうございましたすごいです <laughs> いやそれはやっぱりそうまあ出 失敗っていう失敗っていうかねもう,もう極度にあもう緊張してやった現場でしたね。はい、うんあとねカツラもすんんごい引っ張られるんですよずっとつけっぱなしなので、えー、やっぱ僕らあのまだまだ下のあのあれだったので、はい、あの休憩になっても外せないんで<ー>そう朝一から夜中のね2時ぐらいまで撮影してたんですよ。えー、<laughs> すごいです、ね でもやっぱりね僕らはその日だけだったり次の日休みとかするんですけどやっぱり主演のねつま紬きさんその日の5時か朝5時ぐらいからまた撮影入るとかそうだからねもうそういう人たちを思うとそういうきついとか言ってらんねえなっていうねはい私もちょっといろいろドラマ行こうそうですよねんか最近さっきもはい NHK さんの方でもやっぱり。 全然違うなってやっぱり思いました。どう、どうです逆に。人の多さがやっぱすごいですね。ああ、はい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 ,はい,はい、はい。びっくりしました。もう。 人の多さ、はい、スタッフさんの多さがすごいなって思ってび、うん、っくりしちゃいました本当に演者よりスタッフさんがね、はい、多い演馬とかたくさんあるじゃないですか、はい、やっぱり「よーい!」ってなった時全員が全員ね、うん、もう注目されるんですよね <laughs>、はい、その時の緊張ったらあれはしないっていうね痺れますねあもこう,うギュッとこう身が引き締まるというかそ,うなんですそこがやっぱりあの舞台とあれではちょっと違う、はい、映像ではちょっと違うあれかなっていう。 はい、ありがとうございます。はいえー、それではですね、うん、今回のゲスト、えー、俳優の神谷かりすさんにですね、はい、次の楽曲について紹介していただきたいんですけれども、はいえー、それでは、えー、神谷さん、はい、あ、そうですいません、その前にですね、失礼しました。うん、あの、お聞きのリスナーの皆さんにちょっとメッセージがありましたらお願いいたします。はいえー、こんばんは、えー、俳優の神谷かりです。活屍家の皆様、えー、また。 今あれなんですね。スマートフォンとかでもラジオがね聴、はい、けるんですね。全国の皆さんあの聴いていただけたらあの嬉しいです、えー。これからも俳優業やって頑張っていきたいと思いますので、ぜひ応援をよろしくお願いいたします。えー、それでは今回のゲスト、はい、俳優の神谷ひかるさんにですね、えー、次の楽曲について紹介していただきたいですけれども、はいえー、それでは神谷さん恐れ入りますがタイトルコールをお願いいたします。はい、やっちゃっていいんですか。はいどうぞお願いします。はい、えー、では、えー、舞台月下三千の星停と期間

月の下 さて皆さんいかがたいかがだったでしょうか。エゲゲキさんで、えー、月火三千の星を聞いていただきました。えー、ここでなんともうエンディングが近づいています。はいうか、はい、そうです。ね、えそれではですねこのあたりで今回のゲストえ俳優の神谷ひかるさんにですね告知などお願いいたします。はい、えー、ではですね先ほどもちょっとお話をさせていただいたんですけども、えー、スペードラインでプロジェクト支援中の映画。えー 妻に世界一美味しいインスタントラーメンを作ってみた課題がですね今あの現在、えー、進行中あの進行中です、えー、プロジェクトあのスペードラインであのサイトがあるんですけどもそちらで今やってますのでぜひあのご協力のほどお願いいたしますはい、えー、あと一点あにあと二点ですねはい、えー、今回七月八日七月八日から十三日まで、えー、舞台 ローノーリミットアステリズム公演ですね、はい、先ほどののが池袋シアターグリーンボックスインボックスで免除、えー、健太郎主演、えー、脚本木村純子演出樋口由紀で行われますので、はい、ぜひあのご来場いただきたいと思いますよろしくお願いいたします、はい、そしてそして、えー、先日ねクランクアップした僕の主演映画エモーションが8月23日上映会 あのよ上映開始え上映か、はい予定,、ね、予定されてますのでそちらの方もスペードラインで間もなくあのプロジェクトの方が始まりますのでぜひあのよろしくお願いいたします,します詳しくはですねあの僕のツイッターだったりあのブログの方に書いてありますのであの神谷光で検索していただければあのトップに出ますのでぜひあの 見てみてくださいよろしくお願いいたしますはいありがとうございます、はい、えそれではえ私の方からも告知がございます、はい、えー、6月15日私の初の主演映画この番組の構成担当井口遥香さん初監督作品カップルで行こうプレミア上映会についてなんですけれどもはい、えー、まだまだ はい、え当日券もありますので、皆様ぜひぜひ足を運んでいただければなと思っております。えー、神谷さん、お忙しいところ、はい、最後までお付き合いいただきまして、本当にありがとうございま。まだまだ残っていたいですけどね。はい、<laughs> ありがとうございます。いとはい、<laughs> <laughs> えー、そして、<laughs> はい、最後まで、この番組をお聞きいただきました。リスナーの皆さんも、本当にありがとうございました。え、うん、そして、どうか、皆さん、私佐藤美久の応援とともに、どんどんお便りもお待ちしております。えー、ファックス番号、えゼロ三五六七ゼロ五三三二。 五五三三六七二メールアドレス七八九アットマーク k f m 七八九ドット c o ドット j p 七八九アットマーク k f m 七八九ドット c o ドット j p 佐藤美来の女優道までお待ちしておりますそして私佐藤美来ブログもやっております、えー、タイトルはこの番組名と同じ佐藤美来の女優道です、えー、ぜひぜひそちらの方もチェックいただければなと思います、えー、佐藤美来の女優道また来月お耳にかかりまし この番組のパーソナリティは新人女優佐藤美久でしたありがとうございましたまた来月